いつもと違う？何が違うかな？あ、髪の毛。今日10時からどうだったっけ。ウクレナ、あの何時からか忘れちゃって、あのファンクラブ8時からじゃないですかみたいなの見て、8時からかって思って。ね、昨日配信、あれ、お知らせするって言ってたんでしたっけ。でもこれの先に言ってた気がした。8時やった気もしますよね。なんか言ってた気もしますよね。今日20時から、あ、ならよかった。ゆたかさん、ハートありがとうございます。でも8時から今配信して、またなんかちょっと時間空けて星投げぐらいの枠作ろうかなと思って。有馬さん、タコさん、ありがとうございます。もう髪の毛サラサラに見えますね。確かになんか髪の毛なんでやろう。そう、イベント中なんです。ぜひ星投げよろしくお願いします。何も塗ってない。アイロンはしましたね。サラサラに。肌の色なんかおかしい。なんでだろう。大事な試験。延期か、いろいろ延期になるよね。滑らかさがあれなのか。これぐらい？変えてみた。どうですか？変わんない？写真集のイベント早くして、それな、本当に。これ結構オフに近い気が。そうやね、ここに座るといつもなんか光が中止にはならないですね。もうなんかね、
早く抜け出したいって思った。クレナがちょっと離れればいいのか。ここら辺まで行ったら普通かな。目力目力。今日ママと電話しながら化粧したんですよ。濃いかな。今 iPad じゃないです、携帯でやってます。40分で買えますか。8時40分まで配信しての、またなんかちょっと時間空けて、そのわけでちょっとゲーム配信、ゲーム一緒に携帯ゲームみたいなのしてみたいな。どうですか、どうですかって言ってもあれですよねちょっとまだ慣れてないんですけど。ゲーム何やりますかね。それもちょっと決めたいなと思って、今日歌おうかなって、何曲か少し。初見です、よろしくお願いします、よろしくお願いします。しりとり、なんかみんなでできるゲームってなんかないのかな。通信？こんばんは。何人かでできるやつがいいですよね。いっぺんに11やったらそんな。なんかさ、1回のゲームがそこまで。とりあえず動物タワー入れます。早押しクイズなんか前やった気がする。めっちゃ難しかったやつですよね。これ面白そう。何、これあれかな、パスワードでできるのかな。一回入れてみます。鬼ごっこできるやつって書いてある。なんか目の下黒いのかな。そう、鬼ごっこ、ちょっと待ってでもなんかプレイヤーが逃げる側のライナー、あるいは追う側のハンターを選択し、3対1に分かれてお宝をめぐって鬼ごっこを繰り広げるカジュアルゲームです。
たいな。鬼ごっこ M スポトレジャー、トレジャー、なんか、あ、なんか課金のやつなのかな。あれ、お金かかんないよね。ちょっと待って、もうちょっと軽いゲームにしようかな。見て、どうなんだろう。かくれんぼオンライン、めっちゃちょっと違うのにします。目が痛い、見て、あれあれれれれ、ちょっと待ちを。あ、何も入ってない。早くないです。大丈夫です。本当だ、2位になった。もう多分絶対繰り返しですよね、こう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 みたいな。かっちゃん、ぐるぐるありがとうございます。オンラインパスワードゲーム、パスワー、なんて入力してくるのかな。パスワード、パスワー、パスワー、パスワードつ、パスワードゲームとか。誠一さん、ハートありがとうございます。難しい、違うね、出てこないですね、パスワードになっちゃう。やばい。まあとりあえず行くか。ちょっと合間で考えます。はい。なんかテトリスアプリのやつなんかそんなないんですよね。そう、そう、iPad のゲーム、そうだね。ね、インターネットありがたいですね。すごいよね、配信でちゃんとできるっていうのが。
しりとり、えしりとり、しりとりなんてある。何人ぐらいできるんですかそれ。イラストチェイナーですか。野菜八号さん、笑ありがとうございます。マルチプレイでいつでも誰でもとでも。何をするんだ。これ終わりあんのかな。なんか制限時間みたいな。あるんだ。なるほどね。入れときます。ありがとうございます。豊さんもハートたくさんありがとう。今日はパパを弾きたいと思います。ゆったりめな感じで、もうなんか汗かいてる。
マカイさんありがとうございます。パチパチありがとう。マリュウさん可愛いありがとうございます。イキちゃんまるさんありがとうございます。好きですか？どの明かりやろ？本当にうまい。金色の馬？好きですよ。チームメイトはっていうかみんな好き。スランプくん、ハートありがとうございます。ぬかさん、花束ありがとうございます。何を歌おうかな。M カードの曲、今の曲も M カードなんですけどね。空想世界
飲んでます。じゃあ一番だけ歌おうかな。フルはまた今度。行きたいとこあったけど。みんなありがとうございます。マーク音波ありがとうございます。さん、デーモさんありがとうございます。すごい、また変わった。またちょこちょこギター弾きますね。乾燥してると音がよく聞こえる。そうなんだ。この曲はめちゃめちゃゆっくりが好きなんですよ。なんか今よりもThank you.
めちゃめちゃゆっくりぐらい。サビがね高くなるんですよ。まあ、クリーナーいけないこともないけど半音下げにしました。作った時はカポなしで作ったかな。クレオパトラ。若井さん、四つ葉のクローバーありがとうございます。ゆたこさんもハートありがとうございます。ルカからも LINE 来て、昨日誕生日おめでとうみたいな、クレナが作った曲めっちゃいい曲みたいな LINE が来てめちゃめちゃ嬉しかった入れてくれたんだけどみたいな、聞いてくれたみたいで、裏が映って、あ、この曲最初の頃とかめちゃめちゃ声が出ない時は失敗しますよねそう、ヨー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 の方、なんかさ、チームエイト卒業したのにさ、で1年以上経ってるのにさ、エイトメンバーからさ、おめでとうとかさ LINE 来るとさ、すっごい嬉しいよね。なんか卒業したのに、なんだろう、そう、すごい不思議な感じさあ、ありがたいですよね。卒業してからむしろいいかね、本当？いや、卒業してからそう思ってもらえると嬉しいですよね。なんか、優しい、いいメンバーたちや。ね、10年後ね、集まりたい、なんかみんなでさ登場みたいな。だって一番初期メンバーは一番下が多分あのクレナより1個下やからね、来年にはみんなもう20歳、来年再来年、10年後だったら絶対あれじゃない、子供いる方も、だってクレナも30歳でしょそろそろなんかいそう
30だって上の子とかやったらもっと走ってるやろし。ね、10年後って考えたらなんかすぐっぽそうやけど、10年後が30歳ってなったら結構わーってなるよね。ね、10年後やったら結婚してる人多そうだね。10周年とかで集まりたい。だって次あと何年後や、2024年で10周年かな。クレナが次はかあのあれですか、若く 見られたがってるのって。確かに今大人っぽく見えたいとかなるけど、若く見られたいってなるのかな。うん、今は大人っぽく見えたいです。あ、そう、ファンクラブの方でこうやってシャンパン持って写真撮ったの。そんなんで、あのせっかくいただいたのに残すのもあれじゃないですか。だからちょっとずつ減らしていくっていう。わざとこうやって持ったの。めちゃめちゃ飲んでる人風にあんまり突っ込んでもらえなかったけど。飲みきってない、飲みきってない、まだ。なんかあの酔っ払ってあのなんかドラマとかでさ、酔っ払ってるおじさんとかがお酒持ってクラクラしながら道を歩いてる風の写真みたいな感じ。あ、47分、本当だ。次何時からしようかな。星集め誰がやできるかな。そうそう、ネクタイ頭に巻いて。そう、イベント中なんです。なのでちょっとね、今2位やし、いい感じやし、なんかここまで来たらちょっと狙いたいなとか思うけど、でも皆さん負担かけたくないから、あのクレナが配信する回数を積み重ね、もうちょっと増やそうかなと思って。だからどれぐらい開けた方がいいのかな。9時半ぐらい9時半ぐらいからやります。それとも10時とかの方がいいのかな。9時半、9時半で大丈夫ですか。じゃあ9時半ぐらいにまたアプリちょっと探しときます。ゲーム一緒に、携帯ゲームしましょう。ではではランキングを読みます。13位母さん、ありがとうございます。12位桃田ネットさん、ありがとうございます。
11位ポッポスターさんありがとうございます。よしゆうさん、あ、10位よしゆうさんありがとうございます。9位トラ、ちょっと待って、右側トラだよね、左魚、魚とトラを足してなんだ、シャチ、シャチか、シャチ、覚えます全然トラではなかったね。シャチさんありがとうございます。8位はやちゃんさんありがとうございます。7位さゆりあちごさんありがとうございます。6位しげちさんありがとうございます。5位こまめちさんありがとうございます。4位イルカさんありがとうございます。3位若井さんありがとうございます。2位誠一さんありがとうございます。1位ゆだかさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとね。じゃあ9時半からまたお待ちしております。またね、星集めよろしくお願いします。バイバーイ。